<laughs> なんか <laughs>。どうも <laughs>。やべなんか <laughs> な、な、な、なんて言えばいいんだろう。な、な、何からな、な、何、何まで言えばいいんだろう。あれは本当に皆さん。今回、ゼータ経営になりました。えー、いつぶりですかね、もう。ここに来るときまで、ほぼ6年ぐらいかかりましたけど、今回、あの、すごい協力者、ゼータさんからサポートを受けながら、 日本のビザ準備や、あの、いろいろバックアップしてもらいました。でそれで、今後の日本移住もまず順調に行けると思うので、応援してくださればありがたいです。頑張ります。まあ、普段いろいろ雑談しているので、まあ、何を喋られるかちょっとよく分かりない、わかりませんけど、言いたかったのは、あの、その日本の方々に声をかけるそのきっかけになってくれた、チェスター君。そのギアさんを紹介してくださったんですけど、 と一緒になんか遊んでくれたギガさんにすごくありがたいです。あとはまあ、日本に招待してくださったあのエジジさんにも感謝の言葉を伝えておきますで。そこからもう5年ぐらいまあ頑張ってて、日本にど,どういう形で行けばいいのかなってちょっと悩みましたけど、その時ちょうど声をかけてくださって、サポートしてくださったゼータディビジョンの方々にも感謝の言葉を伝えておきます。ありがとうございます。 で今回のあの、6月19日からあの27日までの日本旅行は、実は、ゼータディビジアントの動画撮影とか、いろいろあの、ちょっと、顔合わせって合ってますかね。その挨拶をしに日本に行ってきました。でその間に、ちょっと加藤さんから呼ばれて、いろんななんか、仲間やメンバーたちが大関係してくださって、素敵な思い出を作ることができました。本当にありがとうございます。 そうですね、関さんとも会いま、関さんにも会いましたもちろん今回は絶対に入るきっかけになったのは関さんのおかげさまでもすごくまあいろいろ助けてもらってたんで本当にありがたいですねな,な,なんか動画つ動画出たらしいですね皆さん動画一緒に見ますか最初1点目羽口さん、ね、たな俺行きます

えーかっけ！あのみさんなんか撮影ってすごくいい、あの、ほら、うん、邪魔しないよワイコ。う,うわかっけー！ こんな素敵な地に人にとされてるなんて光栄です今回加入した方あったって芸能人っぽいですねなんかビジュアルがすごいですびっくりしましたね まあ自分だけちょっとなんかガキみたいなそうなんですね, <laughs> ねこんな感じで観光からあの飛行機で来ゃあのエージェントみたいな形で撮りました <laughs> みんなかっこいいですマジ、ま、れは本んにな撮影監督さんからあのその現場にいたあのいろんなステップの皆さんがすごく大変でしたなんか暑い時期に本当とにいろいろお世話になりました <laughs> どれ皆さん、こんばんは。ゼータニュースのお時間です。なんと、驚きのニュースが舞い込んでまいりました。ブレイキンニュースータですねしし。知らなかったでしょ、皆さん、本名。突然俺、初めて聞いた、マジで。関ユータだってよ。マジマジマジ。今日も感謝しま,、はい、します。ありがとうございます。 すごいですねようこそ日本アンドタイ y o すもう死んでもいいぐらいそうかっこいい動画を見れたんでありがたいですあとうちのゼータ家族としてちょっと写真撮ったんでアップデートしましたよろしくお願いします もうちゃんまで3人取りました。あと、あの、すごく嬉しい、嬉しいだと思いますけど、あの、一回だけでコメントして、次の話します。えっと、本当に、ご冥福をお祈ります。一回話して。なんか申し訳ないですあの。悲しいことがあった日なんですけど、申し訳ないです。本当に。な これから日本に悲しいことがいろいろあったりするときは、同じか考え方になる可能性が高いと思ったんで、悲しいときもうれし,嬉しいことがたくさんあるときも、ぜいたのファニーホームページに行ったらあの、自分のコメントが多分出ると思いますけど、あと数ヶ月内に多分日本一をすると思ってるので、いろんな意味での,そのファンの皆さんと同じ空を見ながら、活動していきたいと思います。 これからもよろししくお願いいたします、はい、だ今後の活動はあの日本移住するためにはいろいろ大変なことがたくさんあるんじゃないですかそれをそのデータさんからいろんなサポートを受けながら物件も探したり案件やいろんなお仕事も受けながら日本での生活があの安定しながら活動できるように頑張りたいと思いますに西原さんサブスクリプレイト50個あります これはあのちょっと恩返しとして、えー、いつか自分がすごく愛するあのデータディビジョンに5000個でちょっと返します。あります。本当にもう自分の恩人なんでリスペクトしています。なんか今回行ってきた時あの、えー、すごいことはたくさんあってて加藤さんの招待してもらった時もそうだったんですけどみんなが来てくれてすごく楽しかったんですけど。 チームから本当になんか受けてるサポートって、ね、あの皆さんになんか話せないんじゃないですか1から100まで全部ちょっと伝える気がするからちょっとあれかもしれないんですけど飛行機からのホテル代もそうだしもうめっちゃサポートしてくだつって体先でパッて行ってきました本当に B さんの準備も絶対が全部やってくれたしハミでした、ね、びっくりしました <laughs> <laughs> だってあの普通に考えると 19日から27日まで日本、日本になんか停滞してたから、その時なんだろう、かかった費用を,を全部ゼータさんがあのバックアップしてくれるなんて、すごいことなんですよね。ない、ゼ e t a k 1本当です。嘘じゃないです。今な、ラインナップ見たらすぐみんな気づかれたと思いますけど、あの、自分以外の方々がもうすごく大きな一人一人のクリエイターだと思ってるので、これはちょっと頑張るしかないですね、これから。 高いお寿司も絶対 <laughs> あれは西原さんが買ってくれましたうまかったですだから色々美味しいものをたくさん食べてたし夢みたいな期間でしたねいや皆さんおかげ様でしょまあ活動してたのは自分なんですけどまあ色々いろいろ応援してくれた皆さんがいなかったら多分声もかけられなかったし日本一もなんかそもそも計画する時代がもうできなかったんじゃないかなと思います まあ当たり前の話なんですけど。で、大丈夫です。大丈夫そうですかゼータ、ゼータバーイチーなんですけど。自分は個人的にゼータはめっちゃかっこいいチームだと思います。あと、ディビジョンがですね、その、あの、自分実はあの、ゼータディビジョンの前にあの、第21ディビジョンだったんで、あの、韓国軍の所属していたチームがあの第21師団だったんで、ディビジョンってあの、何々師団の意味です、ね。それで、あの、第21師団からちょっとあの、ゼータディビジョンにあの離席しました。よろしくお願いします。 つまりあの、二回目のあの、ディビジョンですね。安心してください。クレモはなんか持てないんで。ただ、いい物件ちょっと見つけたら、ね。契約始まる次第、ちょっと、注意半径、まあ、1km はちょっとクレモとして、リスナー隊のクレモをしっかり。しときます。任せてください。吹っ飛ばすんで。実は、あの、 一回ちょっとピンチもあってて、配信ではちょっと初めて言いますけど、まあみんなの辛い時期があるんじゃないですか。自分も実はあの家で母さん、父さんを手伝いながら、えー、配信者としてのカスを一時的に休憩というか、引退というか、そういう考えも一回しやたことあったんですけど、約束してたから一回、あの日本になんか必ず移住して、皆さんと同じ空を見たいですみたいな話をしてて、 その思いを出したら、ちょっと恥ずかしくなってたよそれが。今はちょっと辞めるのはちょっとダメじゃないかなって思ってて、前所属されていたチームから出て、そこでなんか、リスナー皆さんの反応を見て、例えばリス,リスナーの数ですかね、視聴者数が爆落ちしてて、本当にもう配信者としての命がもう終わりそうだったら、活動ができないんじゃないかなと思ってて、試してみたんですけど、そこであの一番辛かった時期に皆さんがあの応援してくださったり、いろんな方々がずっとなんか、 くださってそれが力になってて、不利になった時期からも、もっと頑張ってみたら、そこでゼッターさんから声かけられて、日本に移住する夢を前、そういうコメントをしたのを聞いたんですが、サポートしてもいいですかみたいな話になってて、本当にもう全てゼッターさんのおかげさまですね、今回日本移住ができたら。でも物件を探してる段階なんですけど、 もちろんまあ信じてますけど、あの、どう考えても夢みたいな話なんで、半分以上諦めていた、その日本一を、本当にまあできるかもしれないみたいな時期になってたから、ありがとうございます、本当に。本当に感謝しかないです。ありがとうございます。なんか落ちたのバレましたかあの、騙しをついてゃいんですけど、実はあの、インターネットのモデムが落ちました。<laughs> バレちゃった。まあけどまあ配信切れてなかったんで、まあ大丈夫ですね、今日は。なんか落ちても、嬉しいからまあ、 ときましょう大丈夫です。爆発はしないんで、多分今日発表日に合わせて、ちょっとあの、皆さんからの火力をちょっともらいたいというか、一回ちょっと考えたことあったんですけど、皆さん、実は、自分の今、Twitter のフォロワーがあの、9.4万です。で、ちょっとあの、データに加入してから、これからもっともっと頑張って、っ10万フォロワー行こうとしてるんで、フォローしてくださればありがたいです。配信で、なんか、直接、なんか、Twitter のフォロワーしてくださいみたいな話はあんまりしてなかったんですけど、 今回ちょっと気合い入れていこうとしてるんでよろしければお願いいたします。今年早かったら9月ちょっと遅くてもう冬になる前にはちょっと安全維持を終わらせ終わらせようとちょっとしているのでそ、日本に行ったら仲間たちと美味しいご飯食べに行ってたり、なんかキャンピングしたいですね。あといつかなんサファゲートができないかな。 あの今回ちょっと6月中に日本に行ってきたらあ、行ってみたらアウトドアの配信がちょっと楽しそうだったんで、他の配信者の方々と遊びにどっか行ってたりすることはできると思うので、楽しみですね。あと、うちのチームバロアンというのなんかめちゃつ強いから、もしできるようになったら、あの、コーチングを一回ちょっとお,、ね、お願いし,してみたいな、と思ってるんですけど、いろいろ声かけてみます。<laughs> そうですねあの、大会応援しましょう、一緒に。 今回6月にあのちょっと VCTV に行ったんじゃないですか。それ、実はうちのチーム応援しに行ったんですよね <laughs>。気持ち的にはもう、こう胸のど真ん中に、ハッシュタグ、ゼータウィンがなんか、入ったんですけど、誰にもそれ喋れなくて、それが。ゼータウィンってなんか、下げたかったけど、黙ってみました、なんか。だってまあ、ゼータが勝っても、ノスタルションが勝っても、なんか、わーってしてるじゃないですか、みんな。会場で。俺はまず、あの、ゼータがなんか1ラウンド取った時 盛り上がって、うわーってしてるんですけど、ちょっとバレるかもしれないから、ノセッションが買った時も、うわーってしたんですよね。頑張って。バレなかったです。大丈夫です。いつからゼータとの話ですかそれは、です、まあ。今、気づいたら、あの、無色のケイチが、ポーンってちょっと変えて、進化して、ゼータケイチになりました。ぐらいでよろしくお願いします。加藤さんは知ってるの 実は、あの、今日発表直前、18時50分頃に、加藤さんにはちょっと LINE しておきました。まあ、軽く予約すれば、あなたのおかげさまで、いろんな方々愛されて、今絶対に声かけられるぐらいになったんじゃないかなと思います。本当にありがとうございますって伝えておきました。おめでとうってしてきました。<laughs> ユリスは別にいいですよ。8月にユリス会いに行くから。あと、これ見てください。俺、今回めっちゃ嬉しかったのが、 すごくゼタがあったかいって感じられたのが、自分だけじゃなくて、奥さんの話結構やってくれるんじゃないそもちゃんの話これ奥さんにちょっとあげてくださいみたいな感じで、なんか、いろいろ送ってもらいました。これはちょっと、そもちゃんとデートしに出かけるときに、カップルルックでちょっと切ります。これガチでそもちゃん、あの、えー、デザインめっちゃいいなーと、これ普通の日常で切れるかもーって言ってたから。 この姿でちょっと外に出たいと思います。全然いいですね。めっちゃかわいいです。これ。かっこいいし。トムちゃん来たこれ来て。せっかくなんでちょっと挨拶しますか来てください。トムちゃん来ました。なんか挨拶してください。どうもー。配信あんまり出ないんですけど、今回も。<laughs> 来てください。顔見して。挨拶して。 ゼタ・ディビジャンのソムです。よろしくお願いします <laughs>。本当にもう、皆さんのおかげさまで、うちの家族は今、幸せな生活ができるようになりました。あの、もう、この3人で、ムムちゃんまで日本で会えるように、頑張りますね。見、見、見せてみる見れる背中とか。は <laughs> でるでるしてる <laughs>。<laughs> なんだそれ ああ、もちろん愛してますよ、もう。もちろん、もちろん。リッサの皆さん、俺愛してる。もちろん。君たち、日本人でしょに日,本人日本人がなんでずっとあの、サラゲヨで言って言うの韓国語うまいっすね。サラゲヨってどこで、どこで勉強したのさすがになんか韓国語33で勉強した俺もちょっと、あんまり言ったことない必殺ワードなんですけど。でこれもかっこいいし、これも好きです。ゼータの Z めっちゃかっこよくないですか俺、大好きです、これ。デザイナーさんがもうセンスが、マジで、 高いっすねでなんかこの T シャツで関さんの姿でちょっと見たことあります。関さん普通になんか着てるらしいそうなんですね。なんかあの、西原さん、デザイナー系のなんかいろんなお仕事をやってたらしいから、ほんとすごいと思います。え、スタヌ…スタンドさんって誰ですかあれだ関ユタさんだなるほど。関ユタさんの安心してんだ。うんいや今回あの、8月日本に行こうとするのはまだあの、期間は決まってないんですけど、 行こうとする時期は8月の2週からですかね。そうですね。ユリスに会いたいですね。カトマスの時からユリスとカトさんとなんか3人で絶対日本で会おうみたいな話をしてたから、今回ちょっと会いに行きたいと思います。ケイさん太った気のせいです、昨日です。おかしいでしょなんかそのコメント。全,全然違う、もう勘違いです。すってません。 ちょっと太ったかもしれないです。あの、ぜだって、これ、太ってももう、仕方ないんじゃないですかね。ほんとに。これは、あの、つまり、事故です。一生食べてましたね。はい、ありがとうございます。おやべえ、なんだはっ <laughs> のりあきさん、ホースティンがあります。あの、これからよろしくお願いします。 ちなみにさっきあの、生ののり,の,りのりあきさんに会いましたけど、のりあきさんは裏のエピソードがあってて、カメラの監督さんからちょっと、のりあきさんって本当にカメラから愛されてる、愛されてますねって、プロの方からそう言われてたので、すごかったです。ちなみにめっちゃかっこよかったです。レンズに愛されてる男です。そうぜひよかったら、あの、今後なんか、よろしくお願いします。あでも前、あの、のりあきさんと撮影取りに行ったとき、あの、ちょっと LINE 交換できなかったんで、LINE、 一回ちょっと行ってみたいですね。許しましょうあー、これは、うちの子ですね。頭が痛くなります、まあ。うちの奥さんとちょっと似てますね。あの、パパは一切トロールしないんですけど、奥さんがちょっとよくトロールしてるから、うん、多分、ママをフォローしに頑張ってるんじゃないかなと思って。闇にあの、嘘がきや鼻がでかくなるんで、実は家でトロール担当してるのは自分です。すみません。やむーむちゃんがここで頑張ってるから、パパの今、 頑張ってコレクションしてますねさあ。コーヒー1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個。最高の記録かもしれません。皆さん見てください。俺マジで頑張りました。これはもう絶対加入してたからもう当時しときます。うわぁ、かわいでしょ。最後見てください。俺もこんな顔だったら多分許されるかもしれない。うわぁ、かわいい。 ちょっと可愛いですかダメダメかなダメ許さないなんで8個なのかちょっと知ってますか今日はあの7月8日だったんで、ジェターの加入記念として自分がちょっとあのリスクをちょっと我慢しながら8個キップしときました。記念日なんで。よろしくお願いします。ねあの <laughs>、河川さんに会いましたけど、初対面だ,だったんですけど、お互いに。河川さんがなんか喜びながらプリアグしてくれたんですよね。で、 ハグしながら、あの、ケイさん、あ、ケイさん、来たって。なんか深い意味でのその、絶対に加入しましたかみたいな話をしてて、お互いになんかアイコンテクトしながら、あ、まだです。あ、としながら、あははってして分かれました。そう。暗号もみたいなね。来た来たか。まだです。<laughs> そういう挨拶しました、ね。なんか最初。 <laughs> カセンさんのサブスクプレート100個あります。いやー、でも本当に大丈夫ですよ、カレンさんこういう。こういうのはもう。困りますよ、本当に。で 100, 100個もらいたくなかったんですよ、カセンさん。だって日本移住したら、ちょっと、あのうまく物件見つけなかったら、ちょっとカセンさん、噂的には、あの自分の家と配信部屋がなんか分かれてるらしいんですけど、あ自分配信部屋ちょっともらおうとしたんです。ありがとうござい本当に。 でまあ、まず、この100個、受けております。でこれは、あの、一回もらっちゃったので、今後日本に行ったら、あの、ちょっと、オリジナルキムチをちょっと、めっちゃ美味しいやつで食べさせたいと思ってるので、ぜひ、よろしくお願いいたします。あと、もしよかったら、あの、ゼータ夫婦としてのなんか、何かできませんね。で,できませんかねなんか、ゼータ夫婦、あの、2組の、イチャイチャ何か企画をちょっと、<laughs> してみたいと思ってるんで。 ぜひよろしくお願いいたします。なんで君たちがスプラッシュダメージ食らってるのまあいいんすよ皆さん。俺昨日までは味方だったかもしれないけど、あの、もう無職終わりましたの。だからまあ言ってたんじゃないですか皆さん。無職って人生のエコラウンドなんですよ。今バロ、バロが流行ってるからちょっとこう言いますけど。俺はもう何ヶ月ぐらいも節約するとして、エコラウンドとしてちょっと頑張ってて、今無職はもう終わりました。オペレーター買いましたゼタレーター買ってたんで、 そうお先にもう行きますね。皆さんも一緒に頑張りましょう。どうやらなんか、ここの会社入ってみたらと、既婚者の方が多いらしいんで、彼らと一緒に、ちょっとイチャイチャしにちょっと先に行きますね。あ、全体のユニフォームとして、敬礼はちょっと、レアかもしれないから、ちゃんと、敬、は、礼、いね、を、私の無職のリスの皆さんに対しての敬礼をして,していきたいと思います。これは、あの、全体のユニフォームだから、えーと いい感じですねもうこれあお願いしますういケイさん今太ってるけど大丈夫いや絶対の何か加入費発表するからちょっとあのそ,のその時だけでもちょっとダイエットしなければならないからちょっと頑張って痩せるわそして少し抑えてこの,、ま、この上司です今やばかったです、ね、今6 5キロです 本当にもうこれから楽しみですね。早くいろいろなんかやっていきたいと思います。一人でも配信も楽しそうだし、データさんと一緒になんか協力しながら、イベントにもたくさん参加していきたいと思います。そして、あの、自分に対してはすごく嬉しい記念日なんですけど、日本の皆さんも、あの、まるで自分のことみたいな形ですごく喜んでくださって、ありがとうございます。それが一番嬉しかったです、正直。 ま自分に対してはそれがすごく一番大きなプレゼントで感じれたんじゃないかなと思います。だってもう自分のことじゃないのにここまで喜ぶ姿をなんか見れるなんてすごく愛されてる証拠になるんじゃないですか、これが。まあ、たまにちょっとこの日本語をなんかどっかでちょっと聞いたり見たことあった気がしますけど、今まで生きていてよかったとか、今回の人生生生まれてよかったと思いました。ありがとうございます、皆さん。本当に。 あとは、毎日配信披露するときは、本当にまあ言っときますけど、あの、今日こんなになんか、嬉しい日まで、あの、配信をサポートしてくださったうちの配信のモデレーターさんの皆さん、本当にありがとうございます。見えないところで、足りないところをサポートしてくださったモデレーター皆さんがいなかったら、多分、今、絶対のタイトルはつけれなかったと思います。ありがとうございました、本当に。これからもよろしくお願いします。いや、もう終わりですかね でも、せっかくなんで、今、うちのゼータ所属の、その、配信者の方々、あの、どなたの方が配信してるんだろう、今。これはもう決まりました。俺、XQ さんの方に、あの、ホスト送ります、皆さん、X。XQ さんは、実は、あの、一緒に昔、オーバーチで、ちょっとプレイしてみた、経験がある方なんで。ウルト何パーセントなんですかえ、63%。前説のストーリーを、あの、知っています、自分も。 行かせる前にサービスシーンがありますけど、いいんですかあげたらしいっすね。うちの妻が。かわいいね。お疲れ様です。レイドしまーす。さあ、行きます。飛ばせます。お疲れ様でした。<music>